いや、別に、あ、そんなつもりじゃ。今日は？定時試験も終わったし、あとはシャワーを浴びて帰るだけだけど。でも本当はあまり帰りたくないんだ、この頃。帰るうち、ホームがあるという事実は幸せにつながる。良いことだよ。そうかな？僕は君ともっと話がしたいな。一緒に行っていいかい？え？シャワーだよ。これからなんだろ？ うん。ダメなのかい？いや、別にそういうわけじゃないけど。 一時的接触を極端に避けるね、君は。怖いのかい？人と触れ合うのが。他人を知らなければ裏切られることも、互いに傷つくこともない。でも、寂しさを忘れることもないよ。人間は寂しさを永久になくすことはできない。人は一人だからね。ただ忘れることができるから、人は生きていけるのさ。 時間だ。もう終わりなのかい？うん。もう寝なきゃ。君と？え、あ、いや、カオル君には部屋が用意されてると思うよ。別の。そう。常に人間は心に痛みを感じている。心が痛がりだから、生きるのも辛いと感じる。ガラスのように繊細だね。特に君の心は。僕が？そう。好意に値するよ。好意？好きってことさ。